武士、沢雄二は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンター所属の機種。愛称は、武士。戸籍上での表記は、武士沢である。中学時代に機種に憧れを抱くも、卒業後は、競馬学校には入らず、一旦、青森県立三本木農業高等学校に、入学し馬術部に所属。高校進学の経緯について、武士沢は近辺には、 牧場がなく、馬に乗ったこともなかったので、馬術競技が盛んな動向にて、馬に慣れようとしたと語っている。その後、高校を一年で、中途大学。競馬学校騎手課程を経て、1997年、中野渡聖一旧車所属騎手としてデビュー。以後2010年10月の旧者解散まで、同級車に所属し続けた。競馬学校では13期生で、同期には、 見本には、勝浦正樹、村田一世、板倉真由子、立党には、秋山真一郎、竹光志郎、松田大桜がいる。1997年3月8日の中山さん、R で、グリーンジョージに帰場し初勝利。デビュー初年度から2年目までは、障害レースにも帰場し、重傷初帰場は、同年の東京障害特別だった。 毎年10章以上とコンスタントに勝利を重ね、2002年の NHK マイルカップで GI 初騎乗。2003年6月28日の函館 11R を活用スパイラルで制し JRA 通算100勝を達成。2006年11月5日、アルゼンチン共和国媒で東昇ナイトに騎乗し、デビュー10年目で重賞初勝利。東昇ナイトとは、 キャリア38戦中34戦でコンビを組み6勝を挙げたが2008年4月30日に調教中に右前足を骨折し予後不良となった。後にあの事故は僕にとって天気でした。馬に対する考え方を180度変えてもらいました。またナイトのような馬に巡り合いたいですねと語っている。2008年8月31日。 新潟記念を16番人気アルコセニョーラで制し、重賞2勝目。2着に2番人気のマイネル・キッズ、3着に14番人気の東証・シロッコが入選し、3連単は100万円を超える大波乱となった。もともとこの日は札幌で起場する予定だったが、お手羽の大和マックワンがキーインランドカップで除外対象となり、アルコセニョーラ陣営から依頼が舞い込んでの起場だった。 一瞬の足を活かす競馬が合うと思ったので、直線残り400まで我慢したら、思った通りの足を使ってくれましたと語っている。2008年には、ベンチャーナインで、クラシック3冠レースに起動した。2008年10月30日に、OL の女性と約7年間の交際を経て、結婚した。2011年10月16日の東京では10、案に起動し、 5R で2番人気リーサム大地、8R で8番人気ぎのブレード、10R で3番人気鶴丸ネオ、12R で11番人気マイネルエルドラドで勝利し、1日4勝の固め打ちをした。2013年6月に、故郷、三湖町の町役場を訪れ、スポーツ振興のために町に100万円を寄付した。2013年には、自身最多の24勝を挙げた。 2016年11月13日、福島記念を7番人気、マルターズアポジーで逃げ切って生死重賞3勝目。2017年2月19日、小倉大賞店を4番人気、マルターズアポジーで逃げ切って生死重賞4勝目。これが JRA 通算299勝目だった。それから約5ヶ月勝てず148連敗した後、7月15日の 福島 10R を8番人気、デルマサリーちゃんで制止 JRA 通算300章を達成。同じ日に福永祐一が2000章を達成したため、翌日の新聞では福永さんの記事が紙面の半分くらいを占めていて、俺はその20分の1くらいで探しちゃいましたよと語っている。2017年8月13日、関谷記念を7番人気。 マルターズアポジーで逃げ切って正史重賞5勝目。ゴールの瞬間、珍しく、ガッツポーズを見せた。2017年は、デビュー以来最も少ない4勝に終わったが、そのうち2勝が重賞での勝利だった。2018年9月23日、中山 6R で、かぐや姫に騎場し、 史上36人目の JRA 通算1万回記場を達成した。ありがとうございます。